い、こんにちは、ヒカックゲームズです。ミーハーなのでシェイプオブユー大好きです。ということで今日もですね、ウィニングレバーアプリ2019やっていきたいなと思います。また課金画面いかないで。ということで、今日のウィレアプリあるあるからいきましょう。今日はこちら、カナトンさん、ショートコーナーのボタン割と1回じゃうまく押せなくて2回押すということで、これさ、めちゃくちゃあるあるなんですけど、わかる人いませんか？特にね、オンラインとかだと若干ラグがあるんで、すっごいわかるんですよね。これね、ちょっと久々に1ヶ月に1度ぐらいのめちゃくちゃ共感するやつ来ましたね。ということで先週のロックイズもいきましょう。今日はこちら。はい、この選手はですね、久しぶりにちょっとレジェンドの選手出してみましたね。はい、ちょっとね、あのポジション言っちゃうとヒントになっちゃうので、ポジションは隠してぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、まあちょっとまったり系の動画撮っていこうかなと思ってて、先日ですね、まああのガチャ動画、ガチャ解説とともに SP のね、 POTW の方だけガチャ引いたんですけど、まあまさかのね、せっかく雷鳴ったのにピケ2連続ということで、雷出るとピケ確定なんですよね。なので雷はぶっちゃけ鳴ってほしくないですね。さあ行きましょう。ゴー。うわあ、なんでよ。ゴー。嘘だろ。頼むって。なんでだよ。待って、なんでピケなんだよ。その後ですね、まだちょっと FP ガチャ僕全く引いてなくて、ミラン、インテル、そしてね、J リーグまで3回ずつ残ってるので、ちょっとこちら3回ずつ引いていきたいなと思っております。はい、まあそんな感じでやっていこうかなと思うんですけど、最初にですね、ちょっとこの前出たピケのね、転生の儀式をしていこうかなと思ってて、前話した通り僕もピケね、結構育てた状態で持ってるので、この前出たピケをですね、ちょっと生贄に捧げてレベル上げしていこうかなと思います。ちなみに育ててるピケこれですね、意外と29レベルまで育ててるので、まあまあまあ、ちょっとここにね、はい、この2人のピケ入れていこうかなと思います。微妙に顔の大きさ違うの、なんか自由ありますね、同じピケなのにね。はい、ありがとうございます。ということで、ちなみにこれね、同盟だけどバージョンが違う選手を合成するかしないかっていうのは別動画で上げてるので、まあそれもね、ちょっとせっかくの機会なので合わせて確認していただけるといいかなと思います。ということで、ありがとうピケ、短い間だったけどお世話になりました。ありがとう、ありがとう。そしてもう一人、ピケ、今までありがとう、ありがとう。ということで、なんか一瞬背景がバグりかけてますけど、ということでこの二人のピケをですね、古い方に入れていきたいなと思います。はい、ここにいますね。さあということで、何レベ上がるのか注目でもありますね。さあということで、ピケはどこかというと、まずこれですね。はい、1612ということで行きましょう。 GO。 さあどこまで行く、行くよ、行くよ、ピケ、ピケ、ピケ、嘘だろ、全然上がらないやんけ。せっかくピケ入ったのに。まあまあまあ、でもこれがまあ現実っちゃ現実ですよね。だからやっぱりかぶりってあんま美味しくないんだよな。同盟でね、同じバージョンだったらいいんですけどね。さあということで2人目のピケいきましょう。いくか、おっと、うわー、36、まさかの2人入れてもレベマならない。ということで切り替えてガチャの方行ってみたいと思います。はい、やってまいりました。ということで、ミランの方から3回ずつ引いていきたいなと思います。で、ミランはね、どうだろうな、僕の中で言うとやっぱロマニオリ結構欲しいかな。センターバックの FP まだ僕全然手に入れられてないので、ロマニオリと、あとドンナルンマですね。やっぱこの2人狙っていきたいなと思います。で、どっちかというなら、やっぱドンナルンマ、うん、なので、まあ雷鳴らない方が今回はありがたいかもしれないですね。はい、ということで行ってみたいと思います。ちなみにボナベントゥーラも雷か。じゃあ雷が鳴ったらボナベントゥーラかロマニオリの2択ですね。はい、ということで行きましょう。1回目、さあ行きましょう。なんかこの前のコメントで、雷いらないって言った方が雷鳴る説みたいなあったので、ちょっと今回ドンナルンマっていうことは雷鳴らない方がいいので、雷欲しいって言うと鳴らないかもしれないですね。とかもうややこしいわ。ということで行きましょう。ゴー。ゴー来た、オッケー。え、これシャン来たよ。シャンならいけるんじゃない。シャンならドンナルンマ、ドンナルンマのピョンテク選手。まあ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 、この選手全然いいですね。この前の選手評価でも上げましたけど、ボックスストライカーの中だとかなりね、能力高いですし、得点能力がすごく高いのがいいですよね。まあちょっと育成大変ですけど、まあ今センターフォワードで育ててる選手いないので、よかったかなと思います。ありがとうございます。さあ、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない、いいんじゃない。ただどんなルンマちょっと欲しいですよね。さあ行きましょう。雷が鳴らないようにお願いします。ゴッ。うわー、オッケー、鳴らない。さあ来るか、さあ頼むよ、頼むよ、どんなルンマ、どんなルンマ、どんなルンマが出てきて、どんなもんだ。どー、すそー。まあまあまあ、これもいい選手なんだよな。ただスソの笑顔が見たかったですね。まあスソ選手もチャンスメーカーとしてはかなりいいね、足元の技術と、てか1レベルボルコン91で相当やばいですね。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで、さあ行きましょうか、ラスト頼む、どんなルンマ当てたい、どんなルンマ、
いきます、レッツゴー。やな、なんで雷、ここで雷鳴るんだよね。どんなるまさよならということで、おお、ボナベントゥーラ選手っていうね。待って待って、最初の2回雷鳴らなくてどんなるまチャンスだったのに両方とも外して、今回やっと雷鳴ったのにロマニオリ外していくっていうスタンスね。まあボナベントゥーラ選手もいいんですけどね。はい、ありがとうございます。ということで、つくづく本赤の方はなんか運がないですよね。はい、ということでインテル行きましょうか。インテルの狙いはやっぱイカルディ欲しいかな。今回の中だとイカルディと、あとシュクリニアル選手ね。はい、この2人が欲しいので、やっぱりこっちは雷鳴らしたいかな。ハンダノビッチ、まあでもね、 FP のゴールキーパーいないので、ハンダノもまあありっちゃありなので、雷鳴らせるように頑張っていきたいなと思います。さあ行きましょう。1回目、雷、じゃあ、雷鳴らしたいってことは逆のことを言えばいいので、雷鳴らないようにお願いします。ゴー。うわー、待って、本当にそっちは来るのねえ。さあ誰が来る、誰だろう。雷鳴らないとしたらセンターバック、あー、ステファン・デフライ選手か。まあまあ、ちょっとシュクリニアルと比べるとやっぱシュクリニアルに分があるかなっていうところなんですよね、今回で言うと。はいはいはい、まあまあまあ悪くはないんですけど、ありがとうございます。ちょっと優先の的にはそんな上がらないかもしれないですね。さあ2回目いきましょう。頼む、雷鳴らないように、いきます、ゴッ。オッケー、雷鳴らないからの鳴るね。さあ来るか、頼む、シュクリニアルかイカルディ、シュクリニアルかイカルディ、オッケー、イカルディ、ありがとうございます。いやー、ちょっと嬉しすぎて今ね、イカルディしそうになりましたね。オッケーオッケー、やったねー、マーロイカルディ、やっと当てられたね。うん、でもまあなんか、あのミランの方でできれば当てたかったですけどね、目当ての選手。イカルディ今回結構いいと思うんですよね。まあ使い道結構難しい選手ではあるんですけど、はい、この機会にちょっと使ってみてもいいかもな。オッケーオッケー、嬉しい嬉しい。さあということで、まあ3回目はじゃあ被らなければまあ誰でもいい感はあるな。うん、さあということで、サクッと3回目いきましょう。ゴー。オッケー、雷。待って、これ来たんじゃない？シュクリニアル。これシュクリニアル出れば完璧パターンですね。さあ、レッツゴー！おー、ハンダのミッチかーい！ということで、まあでも、あの、FP ゴールキーパー初めてなので、これ嬉しいですね。いやー、でもこのさ、やっぱ FP のさ、何回も引けない感ってちょっと癖になりますね。うん、ありがとうございます。サミル・ハンダノビッチ選手ということで。ハンダノビッチで言うと、あ、キャッチングが結構低いんだ。これ結構穴になりそうですね。はいはいはい。あ、なるほど。あ、低弾のパントキックはないと。まあまあまあ、使うかって言われたら微妙ですけど、まあ今だとね、ツアーとかでもボーナス選手で結構使えるので、まあまあまあ、そんな使い道かな。はい、ということでありがとうございます。さあ、ラスト。J リーグガチャ行きましょうか。で、僕ね、今回 J リーグガチャなんですけど、ビジャが欲しいの。で、ビジャね、僕実は、あの、ビジャがバルセロナにいた時代に、カンプノーに行ったことがあって、そこでビジャのユニフォーム買ってるんですよね。はい、なので、ちょっとね、ビジャに勝手に運命、本当にね、一方的な運命なんですけど、感じてるので、ちょっと打ち抜いていきたいなと思っております。で、黒玉が、あ、レアンドロ・ダミオン選手っていう方もいるんですね。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、銅玉の選手ね、福森選手、ちょっとさ、銅で搭載だと若干なんか悲しい感じしますよね。さあ、ということで行きましょう。あ、チャナティップ選手とかもいるんですね。頼む、黒来たら熱い。行きます、ゴー。さあ来るか、来るか、黒黒黒、うそー、銀玉。悔しい。さあ、ライトサイドバック、安西選手ですね。安西光輝選手でいいかな。はい、鹿島アントラーズの選手。なるほどね。はいはいはい。でも日本のさ、ツアーイベントとか来るのかな。いつか来てほしいですけど。おお、ポジションは結構面白いですね。サイドハーフ系ができる。お、インナーラップサイドバック珍しいですね。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、ビジャ当てたい、頼む、ビジャ行きたい、頼む。お願いします。さあ、行きます、2回目、ゴー。来い、確定演出あるよね、黒玉だったら。うわー、マジか、銀連続、被らないで、レッツゴー。おー、チャナティップ選手じゃない。あ、そうですよね。やっぱチャナティップ選手ですよね。一瞬なんか、ソンクラシンの方が目に入ってきて、チャナティップ選手じゃないかと思いましたけど、チャナティップ選手、この前は、あれ、金玉でしたっけ？あの、ベストイレブンで来た時は。はいはいはい。結構面白い能力だと思うんだよな、チャナティップ選手。この適性の広さもありますしね。はい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 。いやー、なるほど。くー。ビジャ来ない？最後に奇跡起こしてほしいな、本赤で。今回、まあ、イカルディは狙いましたけど、狙いの選手なかなか出てないので、頼む、ビジャ。いきます、最後。本物のラストですね。いきましょう。ゴー！頼む。うそー！ゴールデンボールパラダイス！さあ、来るか、誰？セカンドトップ。アンデルソン・ロペス選手ということで、まさかの J リーグガチャなのに、はい、2連続の外国人選手ということで。